開設62周年記念ゴールドカップレース4日目最終日、東京の京王閣競輪場です。いよいよファイナル第11レース決勝戦に入ります。伏見マークから虎視眈々と狙っていきます。稲村成弘、7番8番で上がっていく、じりっじりっと上がってくる7番の伏見、前は5番の浅井康太、番手は1番の村上、あとは3番の平原がその辺から上がっていく、その後ろから上がっていきます。上がった7番の伏見、伏見が誘導員の後ろ、5番の浅井康太すんなり下げました。さあ浅井は下げると、このままですと8番手、3番の平原3番手です。さあ平原3番手から仕掛けていきます。番手は五冠新一、朝倉義郎最強勢が前段、あとは9番の新田が4番手、伏見引いて6番手、浅井康太8番手、ラスト村上博之です。浅井康太8番手、伏見は6番手です。先行は平原康太です。番手絶好五冠新一、朝倉が3番手、最強勢前段、後ろから新田がまくっていく、新田まくってきます、後ろには4番の勝瀬、さあ伏見は6番手、浅井は8番手だ、番手まくりだ、合わせた五冠が番手まくりで一気に先頭だ、後ろ朝倉もマーク、横9番の新田は苦しい、さああとは後方だ、直線だ、五冠が先頭だ、五冠が3連覇、あとは朝倉よしろ、やってくれましたジャパニーズボス。イプレーご覧いただきたいと思います。平原が行って、番手から出た五冠新一、朝倉もピタリとマーク、あとは8番5番とは突っ込んできたんですが、前までは届いてきませんでした。2番6番、そして3着8番です。これで決まりますと3連覇の偉業ということになります。記念ゴールドカップレースの表彰式を取り行います。まずはインタビューです。それではゴールドカップレース覇者、地元五冠新一選手をお呼びいたしましょう。皆様関東門にご注目ください。五冠選手の入場です。どうぞ盛大な拍手をお迎えください。さあゴールドカップレース優勝者、五冠新一選手にお越しいただいております。さあもう大人気ですね。3連覇という結果になりました。さあそれでは五冠選手、早速喜びの声伺ってまいりましょう。まずは優勝、そして3連覇おめでとうございます。どうもありがとうございました。さあ本当に嬉しい嬉しい優勝となりましたね。今のお気持ちいかがでしょうか。いや本当に平原康太と朝倉君がもうしっかり仕事してくれて、ラインの力というものを感じました。さあ今日のレース振り返りましょう。まあジャンから発進しました平原選手、まあ新田康人選手がまくったところを五冠選手も合わせての発進となりました。いかがでしたか。そうですね、もう浅井君とか新田君とかみんな伏見君の強いので、もう油断しないで頑張りました。さあ朝倉選手は2着になっておりますので、東京ワンツーとなっております。朝倉選手の3番手のブロックも効いたんじゃないですか。いや、いい仕事したと思います。まあここまでの4日間を振り返りますと、準決勝レースは本当に絆を見せてくれたレースなんじゃないかなと思うんですけれども、そのあたりっていうのはいかがでしょうか。そうですね、気心知れた武田が一生懸命歯を食いしばって頑張ってくれたので、そのおかげだと思ってます。感謝してます。それでは連日本当にご声援をいただきましたファンの皆様に向けて、ぜひとも五冠選手から一言お願いいたします。はい、皆さんのこの一言一言の声援が自分の力になってます。これからも頑張りますので、京王閣競輪場に応援来てください。ありがとうございました。おめでとうございました。五冠新一選手にお話を伺いました。ありがとうございました。開設62周年記念競輪の開催も無事閉幕を迎えることができました。これも一人に皆様方のおかげと本当に感謝を申し上げます。皆様4日間本当にありがとうございました。なお次回の京王閣競輪場は11月4日より F2 ナイター東京スポーツ杯を開催させていただきます。こちらもぜひともご期待ください。さあただいま五冠新一選手の胴上げが皆様見届けていただいております。ゴールドカップレース優勝者は3連覇を成し遂げました五冠新一選手となりました。